あ、ビスケさんハートありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ちょっと髪の毛邪魔。ミスわあ、のーちゃんかき氷ありがとう、ありがとう。あと5分で休憩終わるから一瞬お邪魔します、ありがとう。あそっ、5分休憩、あ、5分で。お昼休み中なので途中でドローンしますね。はーい。かなえちゃんだったらいけな、かなえちゃんかかなでちゃん、ハートありがとうございます。わっ、なちゃんさんもありがとうございます。ソフトクリームありがとう。ま、ただいま帰ってきました。ね、9時から10時まで配信して、ちょっとみんなのねルームをねちょっとお邪魔しちゃって、10時半ぐらいになったんよ。で寝てましたね、そこから一緒、本当12時まで。あ、カレンちゃんか、カレンちゃんね、カレンってすごいな、カレンって言うんだね、これで。かわいい名前だ。夏に恋って書くのめっちゃいいね。こんにちは、こんにちは。カレンちゃんメモメモしとくわ、勉強になった。カレンちゃん、寝ちゃってました。今日公園行きますって、え、嬉しい、ありがとう。カレンちゃん、カレンちゃんありがとう。カレンちゃんちょっと見つける、カレンちゃん。ブレございます。ちょっとね、だからね、すぐ寝ちゃったからな、全然ねさっきのやつとかね片付け入れてないから、ちょっとお片付けしたいんだ。すぐ、これ終わったらすぐにお家出るからさ、ちょっと急がないといけない。メイクとかちゃんと全部持ってってるかの確認とかしたいん。そうだ、だからあれだわ、なんだったっけ、お、グルワークの方に友達といます。れいなちゃんのボード持ってくって、え、嬉しい、かれんちゃん見つけるね、ありがとう。やったー。何時にご出勤かな、もうこれ終わったらほんとリアルすぐなんで、もうほんとにちょっとねやばいね。一応カバンとかの準備はしたから、あとは部屋の片付けをねしてないの忘れてて寝てしまって、大後悔なんで、ちょっとやばい。これはいけるね。だからね、髪もやばいの。30日の公演当たったよって、え、嬉しい、ありがとう。やったね、会えるね、やった。こんにちは、こんにちは。
わあ、よっちゃんかき氷ありがとう、ありがとう。わあ、ビースケさんもかき氷ありがとう。やったね、かき氷食べたいな。今日食べれるかな、公園でかき氷食べたいよ。大丈夫でした、こちらはないかな。あ、日焼け止めだ。日焼け止め塗っていいですか、ちょっと。ちょっとね、あとね、さっきねお昼ご飯食べたんだけどね、全然お片付けしてないの。ちょっと一瞬だけいい？あー、やっちゃった。マジでやっちゃった。ちょっとごめんね、これ片付けていくわ。すいません、皆さんお待たせしました。わあ、よっちゃんかき氷ピンピンじゃくない、2個もありがとうございます。わあ、なちゃんさんもかき氷ありがとう。やった、いちごバージョンだ。日焼け止めってね、なんか30分前に塗った方がいいらしいよね。まだ早いもん。ちょっとあっちっちがやからね、もう本当にめっちゃ暑い。こんにちは、こんにちは。暑いよ、なんか今日この部屋ちょっと暑くない？そんなことより食べます。お昼ご飯食べてなかったなのでゼリー食べます。なんか私もさ、ショールームのミュート技を知りたいんだけどさ、使い方、あ、これでミュートするの？え？ちょっと一回やってみていい？いくよ。外カメ押しちゃいそうで怖い。ちょっとこうやるわ。いくよ。聞こえてましたか？めっちゃ叫んだんですけど。これ聞こえてなかったらすごいよね、これ。体調悪いから病院に調べたらコロナだったって。え、嘘？マジ？コロナきついよね。お大事になさって、もう一緒寝とかないと、もうしんどいよ。今日公園行きます。やった、ありがとうございます。やったね。あっちっち最近口癖、そうかもしれない。なんかよく言っちゃうね、あっちっつって。確かに。え、そう、今は外がもう暑すぎるから、もうねセミももうなんかその鳴くという体力がないから、めっちゃ静かやな今。頑張ってってありがとう。え、聞こえてなかった？発音もした、無音で叫んでたって。え、そう、すごいね、ミュートできるんだ、知らなかった。私、うん、うん。35度超えると泣かなくなるの？まあね、暑いからね、ほんと出たらダメでレベルだよ。もぐもぐ配信なのかな、これは。なんか準備、公演のその行く準備するみたいなんで一応配信してたんですけど、どうなのかな。わあ、心さんかき氷ありがとうございます。わあ、ソフトクリームもたくさんありがとうございます。
うどんシェイク食べたいな。なっちゃんさん、かき氷ありがとうございます。ありがとう。うんふん。確かにもう準備終わったよね。今もねちょっと片付けしたんで。そうな、そうな、ペットボトル、これゴミ捨てないとね。ゴミ捨てて、こっち直した方がいい。本当にないの？もうあと準備。ほんまにすぐ出れるって感じ。そう、うどんのやつ、そうだよ。めっちゃ食べたい。もうダメ。今日の昼ご飯、公園あれがいいな。あれ食べたいよ。うん。何味だろう。マンゴーだ。マンゴー。うんうんうん。お。まったりとした静か配信みたいになってるけど。公園なんで今日いいですね。レオちゃんが初日ということで、ね、私的にはすごいテンションが爆上がり爆上がりなんでめっちゃ楽しみです。最高に楽しみです。うん、レイニャこんにちは。もうすぐ電車乗るからこの話もカウントだけにするねって、ありがとう。なんか電車暑くない？大丈夫？うんうんうん。絶対外暑いね。うん、うまっ。食べ終わっちゃう。もう美味しいわ。さっぱりしてていいね。うまっ。ゆけさん星ありがとうございます。お、すごい、なんかまた砂漠みたいな、海みたいな、カニみたいなやつ。ありがとう、ゆけさん、ありがとう。わあ、すいませんね。え、今日暑いね、マジで。この部屋でもさ、クーラーつけてるのにすっごい暑い。え、この部屋何度？
25度でした。あれ？そんなに暑くないの？なんでだ？暑いんだけど。なんで？なんで？いい紅だ。え、この色可愛くない？ちょっと待って、めっちゃ可愛いんだけど、何この色。え、塗ってみよう。え、可愛い。ついてる。めっちゃ可愛いじゃん。またリコーダー聞きたいって。リコーダー全然吹けてなかったよ私。まあテッシーさんどうぞ。ありがとうございます。なんか何も顔、何もメイクしてない顔にさ、リップだけってやばいね。やばいね。しっぴた。こんにちは、こんにちは。皆さん今日のご予定は何ですか？予定ありますか？皆さん今日はお仕事とか多いのかな？お仕事の方が。誰かは公演前や公演終わりのゲリラ厳しい言ってたけど、うなあさんはもうこれで終わり。今日はそうなんですよ、これで終わりです。なんかね、公演の合間とかはなんか結構時間なくて、こうメイクとか順番でできるかできないかが変わってくるんですよね。だから多分それもしできなかった時怖いなと思って、今日はねこういうねできる限りの時間だけやって、そうですね、私9時までしかできないんで、うん、確定でできないなと思って。しかも今日6時45分だから、そうなの。え、美容院いいな。私も髪切った。めっちゃ長いよ今、本当にここぐらいまである。めっちゃ切りと。奥村さんはすごい可愛い。3個のアイスクリームと緑のだるま、ありがとう。緑じゃないよ、水色だね。水色好きが伝わってくるわ。なんかめっちゃ可愛い、ありがとう。レイナちゃんは可愛いね。こんにちはって、こんにちは、こんにちはです。ありがとうございます。スケジュールに書いてた公演の合間にって書いてたのは二平さんのこと。そうですね、二平さんが書きましたね。あれは時間があるのか分かんないんですけど、もうあればやると思います。だからそこにねちょっとチラッと私も映ろうかなって思ってます。こんにちは、こんにちは。はマナミンがいる、かわいいですね。だってやん、マナちゃん、マナちゃんね、今から日焼け止め塗るよ、見ててね。
もう時間だからね、僕ちゃんもね30分前に塗らないといけないから日焼け止めって塗ってますよ。もうも可愛いってありがとう、やったみー、イエーイ。ちょっと塗りすぎてる、ごめんなさいね、塗りすぎちゃうタイプ。日焼け止め効くよ、多分効いてると思ってる、効いてるとありたい、願う。でも夏にね絶対に焼けないなんて無理だからさ、できる限りはちょっとマシな方でありたいじゃん。だからそう塗りたくってるよ、こんなもん塗ったもん口だからね、もう塗っちゃえばな、どうってことないんだよね。はい、ちょっと汚れちゃったよ、首にも塗るよ。肌白いから効いてるでしょ、効いてるのかな、わかんないけど、できれば私火に当たりたくないからさ、できるだけ日陰歩くようにしてるのよ。だからそれもあるのかも、ベタベタにならない。なんかどうなの、なるけどなんかもうあんま気にしてないかも。たまにサボっちゃう時ある、でも日焼け止め塗るの。本当に首に塗るのが一番苦手です。日傘使うよ普通に、もう光嫌いだから、なんかでき本当に当たりたくないよね、顔も全体的に。だからもし雨降った時とか急に晴れの予報、まあ日傘持ち歩いてるからさ毎日だからね、いけるんだよ。だからそれ、そういうとこがいいかも。結構ちゃんと後ろにも塗ってあげてね、後ろだけさ黒いとかなんか嫌じゃん。こんにちは、こんにちは、こんにちはですね。できた。暑いな、めっちゃ暑い。ちょ顔に塗っていい？またおでこ丸出しやん、昨日もしたよこれ、恥ずかしいな。こんにちは、こんにちは。ショールーム鏡代わりにするわ。すいませんね、こんな光景を見せてしまってごめんなさいね、本当に。眉毛、そう私めっちゃ眉毛ね、めっちゃ困りまんの、わかる？泣いてるのここ、もうほんと嫌だ、泣かないでほしい、単純にも普通にね。これ広がってる？なんか画面じゃわかんないな。わあ初見でした、ありがとうございます。広がってるね、これだけだとねベタベタしちゃうから、顔がねマスクについちゃったりとかしちゃうから、パウダーします。すいません、私のいつものやり方です。これは
仕事に戻りますね。またねって、ありがとうね。少しでも見に来てくれてありがとう。頑張ってんな、お仕事。そう、クーラー下げていい？めっちゃさ、暑いけど。26度じゃん。それ暑いの。ちょっとごめんね。風量を上げました。よし、じゃあパウダーしていきます。いいですね、ふわふわで。こんにちは、こんにちは。まったりと配信です。わ、よっちゃんソフトクリームありがとう。やったー、ちょっとそれで冷えたわ。なし、顔全開やな。全開やよ、今日焼け止めに必死です。でね、しかもね、ショールームの画面を鏡代わりにしてるから、なんかもうね、本当にね、いい感じ。オッケー、ベタベタしなくなりました。かわいい。嘘でしょ、この今の状況で。嘘でしょ、これで。やったー、もうそんなの嬉しいじゃん。かゆ頭。オッケー、手を振った大人に僕たちが見たかった青空はどこにある。今はもう色とりどり過去を埋めれ、残してた遠慮さえ見失ったね、忘れてた自分。こんにちは。思い出させてくれた。近いぞ。メイクいつからやり始めましたか？昨日も言われたな。昨日ね、本格的に始めたのは中3からで、なんか軽く、なんかまだリップだけとか、なんかそういうちょっとでやり始めたのは中学の2年生ぐらいかな、からやってましたね。そうだよ、よかった、持ってた。こんにちは、こんにちはですね。 OK、 新品だ。今日メイク順番早いですように。そんなことでバッタになってる。それでも変わるんだよね、マジで行動が。見たかった青空は、ビルとビルに囲まれ、こんにちは。すごいね、なんか朝はさ
おはようって言われたのにさ、なんか私が寝てる間にさ、なんかもう挨拶の言葉が変わってるってすごくない？順番は先着順、うん、あのじゃんけんですね。まずメイクさんがこうメイク表をくれるんですよ。誰、メイクさんの名前上に書いて、でその下に私たちのメンバーの名前を書くんですけど、その乗ってる中のメンバーでじゃんけんして、1番か2番か3番か4番を決めるっていうやつです。でなんかそのもし4、あの4人に当たってしまって、3334なんですよ。そう、334なんですよね、メイクの分け方が。3人3人4人なんですけど、4人に当たってしまった場合、こう4人でじゃんけんしてじゃんけんに負けたとするじゃないですか。その4番目がやばいんですよ。もうほんとギリギリで、マジでオールアップ15分前ぐらいからメイク始めちゃうみたいなぐらい、結構ギリギリなんですね全体的に。だからみんな4番目に当たりたくないんですよ、ギリギリで。あのいろいろそのメイクした後のこととかもできなくなっちゃうから。そうだからみんな4番目を回避したいわけ。まあ理想はもう1番目か2番目はなんだけど、そうなんよね。1番目いけたらもう最強って感じ。わー、サーンさん、サーンさんかな。かき氷ありがとうございます。かき氷いっぱいありがとう、ありがとうね。見失ったな、忘れてた自分を思い出させてくれた。そういうこと言ってると4番目に当たる説嫌だし、前4番目だったんですよ、その前も4番目だったんですね。だから4番目ではもう無理です、もうやめてください。4番目はもうメイクさん3人とか係でやってくれるんですよね。こうメイク1人の方が顔やってくれて、もう1人の方がこうこっちの髪とこっちの髪やってくれるんですけど、もうすごいよね3人係でやるの。はい、まあサーンさんかな、これは合ってるのかな。ソフトクリームありがとうございます。まあこんにちは、こんにちは、こんにちはです。遊びに来たよってありがとう、こんにちは。なんかいっぱい出てんね、ほら見て、いっぱい出てんだけど、これもう なんか顔がパンパンなんだけど。こんにちは、インドネシアから来ました、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、ありがとうございます、見てくださって。かわいいって嘘、やったね
なんかうわなんか遠いなと思ったらちょっと遠くしちゃってた。暑いな本当に。めっちゃ強くしました。でもクーラー今食べた緑のやつだね。キュウスケって言うらしいよ。なんだよ。ピンクの子おいしいわ。個人的にはね、私が一番似合ってる髪型なんじゃないかなって思うから、ちょっとね早く切りたいなって思う。見えない。ここだ。そうなんよね。かわいい。赤ちゃんかわいい。わ、奥村さん星ありがとう。ありがとうね。星はね、いいね。公演頑張ってなって、ありがとうございます。ありがとう、頑張るね。ドキドキワクワク楽しみです。え、そう、顔が丸いからね、ボブに。それあると思う、多分。そうなんよね。うん。お、なんか待って、コメント消えたんだけど、あ、出てきた。楽しみですね、公園ちゃんは。ドキドキです。ボブは何で先が尖るん？あ、ボブはなんで先が尖らん？え、なんでだろうね。やっぱ跳ねやすいのかな、わかんないけど、なんでだろうね。でもロングでもね、先跳ねるよ、こことか。結構ここでピヨンとなったりするから、多分それと一緒だ。でもボブはね、結構目立ちやすいから、多分それだと思う。まあ、シンさんありがとうございます。ソフトクリーム、まったりしてるやろ。そう、まったりしてますまったりね。かわいいって、ありがとう。わ、しんさん、いっぱいかき氷、アイスクリーム。わ、氷だ、ありがとう。涼しくなるね、これで。そう、まったり配信ですね、今は。わ、しんさん、GG、ありがとう。GG ってよく言ってたの、私。ゲーム好きだった頃に。なんか GG とか使ってましたね、本当に。わ、しんさん1000万円ありがとうございます。すごいね、これ。わ、ルーニャの友達です。わ、ルカちゃんのお友達ってこと？友達か。こんにちは、こんにちはです。やめて、私も GG ですって。やめてよ、やめてください。そっちの GG じゃないんですよ。どんなゲームやってた？私はね、フォートナイトをやってました。なので GG ってめっちゃ使ってますね男の子と一緒ぐらいゲームしてましたね、小学校の時は。なんか遊ぶってよりかはゲームって感じかな、本当に。ずっと本当に男の子は結構ゲームするイメージあると思うじゃないですか。私はもうそれ並みにやってましたね。
ゲームは。皆さん知ってますか、フォートナイト。結構流行ってたんじゃない。こんにちは。こんにちは。ちゃ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 。三角座り。今度ゆまこに可愛い TikTok 踊らせて。すいません引っ張っちゃったよ。今度ゆまこに可愛い TikTok 踊らせてくださいな。え、わかった、言っとくね。いいよ。可愛いので星投げましたって、ありがとう。やった、可愛いですか、やったね。って早っ、ありがとう。痛い痛い痛い。え、早っ、もう25分。早っ、1時間経ってまだね。なんかランキング読もうかな。溶けてる。事故発生ごめんね、絶対うるさかったよね今の。やばいやばい、ランキング読むね。来ます。わ、ちょっと待って、すぐこれなっちゃう。え、待って、漢字読めないかもしれん。漢字変えてる。いきます。13位の方、キングマンさんしかわかんないな。ありがとうございます、ありがとう。そして10人の方が精神的、何だっけ、これ何て言うんだったっけ、ハケツハケツだったっけ、ありがとうございます、合ってるかな。そして11位の方がマイマイさんです、ありがとうございます。そして10位の方がウアンさん、ありがとうございます。そして9位の方がヨッちゃん、ありがとうございます。そして8位の方がアミリちゃん、ありがとうございます。そして7位の方がテッシーさん、ありがとうございます。そして6位の方が野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして5位の方がしんさん、ありがとうございます。そして5位の方がココロさん、ありがとうございます。あ、4位の方ですね、4位の方がココロさん、ありがとうございます。そして3位から順にね、あだ名をつけていこうと思います。あ、そっか、吐血か、なんて言った、私何、大血とか言ったよね多分。それではサインがビビビビさんということでね。じゃあビビビビさんのあだ名はどうしようかな。じゃあ、ビビミン、ビビミンで、ビビミンで、ありがとう。そして2位の方が奥村さん、奥村さんは、じゃあ奥村さんは、奥くん、奥くんで、ありがとうございます。そして1位の方がゆけさん、ゆけさんもじゃあどうしようかな。ゆけたん、ゆけたんで、ありがとうございました。皆さん、ハケツか、ちょっとメモ覚えとくわ。え、ハケツ？トケツ？どっち？皆さんどちらですか。私はハケツって言いましたね多分どっちですか皆さん、トケツやっけ、ハケツやっけ。ありがとうね皆さん、ハチハチありがとう、ハチハチ、アドレナリンやないかい、ありがとうございます。吐血か、違うかったね、私吐血って言っちゃったから、くそくそ、悔しいな。
ありがとうね皆さん。お、すごい声が変なのちょっと。ありがとうございました皆さん。公演頑張ってってありがとう。ありがとうねみんな。今日はね公演があるからもうできないんだけど配信。またね明日あるから。明日で何日目っけ、24、25、26、27、28、もう5日目か。だから明日で6日目でその次最後か。え、早い。ありがとうねみんな。皆さんありがとうございました。1117人の方も見てくれてありがとうね。1117人の方もありがとうございました。それではね今日はね公演ということで頑張ります。頑張りますね皆さん。楽しみです。ドキドキです。ありがとうございます。